あなた方に丸腰だという自覚はありますか？断りですが、民間警護は町の用心棒レベルです。今度身辺警護課を発足させることになってね。拾っていただいたことは今でも感謝しております。しかし社長もご存知のはずです。ボディーガードの世界は失敗を犯した者は現場には戻りません。黙ってればいいじゃないか。6年前のことについては公にするつもりはない。君は他のメンバーと同じ新人ボディーガードとして身辺警護課に着任するんだ。一つわがまま言わせてもらってもいいですか？僕を信じちゃんと出発まで守って見送ってよ。今度こそ引退してからサインしてみる。全てが嘘なんだ。チャリティーで集めたものほとんど子供たちのためになんて使われてない。逃げ口さえ。俺クライアントなんだけど、ザッキーを断れないよね。キムさん、あの時祖母を離れたのはボディーガード失格です。なんで謝るの？島崎さんが助けたんだ。そのことは死んでたんだ。クライアントはジュニアさんだった。じゃあ人を見殺しにしてもいいのか？クライアントはジュニアさんだった。だからって僕のクライアントはジュニアさんだったんだ。息子さんに心が見たい。ちょっといいですか？いいからね。あの事故で怪我をしたから俺はダメになったんじゃない。俺は自分の恐怖心に勝てなかっただけだ。だから子供たちを助けたのは間違いじゃない。